ワルシャワ旧火船モニターは、ポーランド海軍が建造したモニター艦の艦級である。本級は、ポーランド沿岸部の警備のために、ポーランド海軍により建造された小型のモニターである。ワルシャワの模型、ピンスクの主砲装填作業の写真本級の基本構造は、浅い喫水の平ら板型船体に、 断片防御程度の装甲で覆われた原則防御と指令塔と砲塔を持つモニターとして建造された。船体の形状は、たらいのように広く、浅く、成形されて座礁しにくい形状となっており、艦首についた怒りは十字型の簡素なもので、アンカーベッドはなく、秒差により巻き上げられた後、艦首の怒り穴にぶら下げられる。垂直に切り立った艦首から、 背の低い円筒形の単装式の砲塔が1機、船体中央部に円筒形の司令塔を基部に持つ操打環境と、頂上部に見張り所を持つ、背の高い簡素な一本マストとディーゼル機関の排気管が立つ。その背後に2番手砲塔が1機配置された。近接戦闘用に、甲板上には手砲塔と同形上の 7.92mm 単装機銃を収めた機銃塔が、 手法の資格を補う位置に数機が配置されていた。原則の艦備側に2本1組のボートダビットを片元に1組ずつ、計2組で艦備に置かれた艦載艇を運用した。艦備水面下にディーゼル機関2機2軸につながれたスクリューに挟まれるように前後に長く上下に短い長方形の1枚舵を配置していた。ドイツ、ダンツヒゾ戦所で ワルシャワとして1920年帰港、1920年8月13日、春港、1939年9月18日に、ボランスキー橋の近くのピナ川で、自陳処分。1939年9月に、ソ連軍により不要、修理後、1939年10月24日に、ビーテプスクと改名されて、ソ連海軍で収益。 1941年9月18日に、キエフ近郊の貯賃機で、自沈処分。ドイツ、団地秘造船所で、ホロディシュチェとして1920年寄港。1920年8月20日、春港。1939年9月18日に、ボランスキー橋の近くのピナ川で、自沈処分。1939年10月6日に、ソ連軍により不要。 修理後、1939年10月24日に、ブルイスクと改名されて、ソ連海軍で収益。コザロックスの近くのドニエプル川で、ドイツ陸軍の戦車の砲撃によって大破。1941年8月30から31日に、自沈処分。ドイツ、ダンツィヒゾ船戦所で、トルニとして1920年寄港。1920年10月12日。 春光。春光後に、に、解明。九百三十九年八月十八日に、ラケフスキー湖の近くの近くのピナ川で、地震処分後、ソ連軍により不要。百三十九年十月二十四日に、ビーンヌ社と解明されて、ソ連海軍で収益。九百四十一年七月十五日に、ノバヤベリカの浜辺で、ドイツ陸軍の戦車の砲撃で大破され、 1941年7月16日に、自沈処分。ドイツ、ダ団地秘蔵戦所で、ピンスクとして1920年寄港。1920年10月20日、春港。1939年9月18日に、ニアザ近郊のピナ川で、自沈処分。1939年9月に、ソ連軍により不要、修理後、 1939年10月24日にジトミールと改名されてソ連海軍で収益。1941年8月9日にスバロミヘ近郊の浜辺で大破。1941年9月8日に自陳処分。ありがとうございます。